こんにちは、ロハス TV の時間がやってまいりました、はい、こんにちは、1ヶ月に一度のですね、はい、黒川会長にですね、人生相談ということで、はい、今日もよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。今日のですね、ご質問早速なんですけどね、3つございまして、それぞれの3つをですね、聞いていきたいと思います、うん、もう早速なんですけど、はい、いいですか。はい、どうぞどうぞ、はい。一つはですね、部下を怒ることができないということなんですね。どうすれば怒れますか。やっぱり部下ってね、怒らなければいけない時もあるんじゃないですかね。うん、叱るというか、そうですね、うん、その時にやっぱりこう気が弱い上司というか、うん、なんか怒れないっていう。あ、で僕も前あったんですよ、そういうの根本的に、はい、あのひょっとまあまあ怒るいうか叱るいうか、はいはい、注意する、注意するして、はい、その社員部下ね、はい、部下が辞めるんちゃうかな、考えがここにあるんちゃうかな、ありますよ ね、それはだからこうそういうことができんのやと思いますね。うん、あのまあ読んだ本であったんですけど、うん、まあ、清水の次郎将が、まあ、古文に、はいはいはい、もう叱るときはもう目ん玉が飛び出るほど害に叱るらしいんですか。立ち直れんじゃないですか。そうそう、うん、けどその人の相手の人格とかそんなもん絶対否定をしない。したことしたことに対して叱る。あ、怒るポイントがブレるときありますよね。そう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 、あれもこれもどれもと思い出して、そうかアホなんじゃとか言ったらもうその人のね、はい、人格否定しとるのと一緒やけ、はいはい、あ、それをもう否定しないと、もうそう言って、ほんだら、いや、こうやって自分のために本当に叱ってくれよんやって思ってこう子分がついてきたとかいう話があります、はい、なので、まあ、もうしたことに対してそのことに対してこれはダメやと、うん、したらいかんことやとかに集中して言ったらいいんだよ、ね、あ、なんかね、あの最近僕の友達、割と大手のとこ行ってる友達がね、うん、言うんですけど、あの今までは新入社員が辞めなかったらしいんですよ、うん、やっぱ大手に入ると辞めないじゃないですか、うんうん、それはポロ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 辞めてるんですって、うんうんうん、ほんで理由がね、やっぱ怒ってくれないからって言うんですよ。そうそうそう、あ、ほら最近パワハラとか、うん、セクハラとか、だからもう、まあ、怒りづらくなるわね、上司が怒りづらくなってるけど、うんうんうん、やっぱりなんか叱る、本当にパワハラじゃないですよね、怒る、うん、こう紙一重ではあるんですけど、何言うんですかね、捉え方によって。したことに対しての注意だったら全然パワハラじゃないじゃないですか。うんうんうん、で、プラスアルファだけお前できんのはもう、お前バカやけんやとかいうのは絶対アウトやし。ねえ。で、まあもう一個は、あと、はい、まあ部下を愛しとるかどうか。ああ、いやね、ほんまにこいつは伸びてほしい。っていう、はいはいはいね、気があるかないか、うん、だけど僕もまあ昔あったんですけど、やっぱりまあその話持って、まあ、涙は出る手前でも本腰になって言ったりとかはしたことはありますね、はい、あ、やっぱこう伸びてほしいとか、やっぱりそう、もう心からグッとやるとやっぱ伝わる、伝わりますか、はい、伝わると思うんで、翌日会ってももう普通に過ごせます、うん、まあすまんかったので、そういうな、まあ言い過ぎたのとか、まあ言ったけど頑張ってくれよとか、あとからフォロー、あとフォローが大事ですね。そうそう、自分で言うか、まあもしくは違うね、ああもう一つの上司の、うん、そのまあ上の人がおるが、はい、それはうまいことフォローね、お前のこと思って言うてくれたんだよねって、ああそうかそうか、ね、そう連携とかも大事ね、そうそうそう、それも大事、うん、はい、わかりました。まあちょっとね、部下を怒ることができないという方につきましては、もう一度黒川会長のですね、お話を聞いていただいて、まあ勇気はいりますよね、怒ることにね。でも自信を持ってやってみてください。はい、はい、2番目いきますね、はい、2番目、努力しても報われません。はい、何を努力しとるのかちょっとわかんないんですけど、どうすればいいですかという。この人は努力してるという思って逆に質問させてもらう。はい、何を望んどんですか。何を望んでるんですか、自分自身が。あ、自分のしたから、自分なりにはこう勝るしとる、努力しとるつもりでも、うん、自分が勝手に努力しとるって決めつけてないですか。決めつけてる人多いと思いますよ。
努力勝るなあいうんは決めてもらうんは旗の人やろ。旗の人が決めるわけ。あの子よ一生懸命勝るけんとかね。そう、でも自分勝手に努力勝る言ったって旗から見たらそうでもない場合があるんで、その辺のこう何を努力しとん、まあ、でどうしてほしい、どうなりたいか向こうあれに言って、あね、まあうちの息子でもね、うん、なんかお前やっとらんやけど、俺やっとる言うんや、うん、努力しとる言うんや、うん、僕から見るとしてないように思うんやけど、うん、彼はしとると、自分の中ではしとると、やっぱり若い子それは多いと思うんですけど、うん、やってるよんですよ、うん、やった結果やるんだったら報われると思うんや自分がそう怒られるんだよ自分がね、うん、自分がこうなりたいいうために努力して、そういうこと結果は出ると思うんや。ということは、ほんまに努力してますかっていうこと。あれね、ちょっと見よったらね、まあ、息子に見られて怒られそうなんやけど、あの、怒られんためにやっちゃうよ。はい。上司からこせって言われるじゃないですか。はい。ほんともう、しょるわけですよ。まあ、彼なりにしてると思うんですよ。はい。でも、まあ、上司の思いと、なんか、上司の顔色見てしょるというか。目的が違うもんね。なんで怒られないかね。やってるやん。言われたことしょる。目的がもう全然ちゃうね。怒られんように努力しょるだけでやって。ああ。怒られんようじゃない。ほんまにそういう報われたいんだったら報われるような目的があるんだったら、その方向でこうしていかなかったら、うん、ちょっと見直した方がええかもからはね。何のためにそれするんやという、怒られんためが頭に来てしまうと。そうもうほんまにその肩から見ても努力しとるように見え、他の人が見てもあれですよね、うん、なんか怒られんためにしとるんやいうのがもう目に見えてしまうから、うん、まあ、うん、さて努力しとる将来はもう肩の人が決めること、ああいい言葉いただきました、うん、努力してるかしてないかについては肩の人が決めることであって、うんうん、本人が決めることではないということですね、うん、ちょっと厳しいかもしれませんが、そういうようなことですので、ちゃんとね、人から認められるような、ことをやってください。ごまするいうことではないですね。そう。ごますりしょったら、もうわかるやん。ごますりしやがって、みたいな。ほんまわかる。わかる、ね。行動とかなんはね。うん。あります。はい、わかりました。あと、3番目なんですけども、はい、上司がいつも不機嫌で、話しかけにくく、はい、話しかけにくいのですが、はい、どうすればいいですか。もうコロナでね、今最近上の人もね、イライラしたりね、なんかまあ上の人も上の人に言われてるから、まあ、ちょっと機嫌の人は大変やな。それをやっぱりこう部下に当たってくるっていうのもあると思うんですけども、まあ、言えば言うほど今度ね、またちょっとこう分からないことも聞きづらくなっとったり、まあ、悪循環になってるような状態なんですけど、まあね、話しかけにくいと思ったらほんまね話しかけにくくなる、自然とね、ああの人 A さんちょっと苦手やなっていう、そう、そこで僕はまあ見られるとちょっといかんないけど、まあまあある、まあ、社員がおって、はい、結構仕事もバリバリできて、はい、あれなんやけど、ちょっとまあクールな、その人はクールな、ね、クールな感じで、はい、で朝僕いつも朝6時に会社行って、うん、労働しようとき、まあ、その子は早く来るんやね、うん、でコンコン行っておはようございます、はい、すんやけど全然こっちも見もせんとみたいな感じでね、うんうん、まあおるわみたいなこんな感じで、おお、会話来るんですね、うん、ちゃんと会話、うん、で普通にねおはようって言うたりしとったんやけども、うんうん、なんかこう頼み事でもちょっと頼みづらいですね、にくい感じ、うん、のオーラがオーラ出したら、俺に話しかけるなよっていう。そう。私やけどね。ほんで、まあまあ、ちょっと変えたんです。朝の挨拶だけ。それは黒川会長が変えたという。変えた。僕も。こっちから変えたわけですね。コンコン。いつも戻り、コンコンで。うん。おはようございます。来るよ。うん。な、ちょっと声のトーンを上げて、うん、ちょっと大きい声で、おはようって言うだけ。おうおう。
で、うん、したら向こうから話しかける。おはようっていう、ちょっと高めにした高め、声のトーンを上げて、ちょっと大きい声で、はい、ポンポンで、あ、おはようって言うだけをしたら、はいはい、違うんですよ。へぇー。ほんまほんま。で、まあ、例えば、なんかしょって、向こうから、会長何しょんすか、それとか。言うてきたし。そう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 。ほんまほんま。ほんまでね、ちょっと挨拶でやってみたらどうかな、上司に。おはようございます。あ、ちょっと元気よく高めで、そう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 、言うだけでもだいぶ違うわけですね。違う。最初は、うん、おはよう。で、返すかもわからんけど、もう続けて続けて、うん、ね、毎朝会うんやから、うん、おはようございますって言ったら。こう話しかけようとするからちょっと大変なんですね。そうそうそう、何を話そうかを悩むで、ね、考えてしもうて固まって、そうそうそう、ね。その挨拶から、こう入っていって、あ、 あいつ元気だなぁ。ああ、いて。ほな、逆に話が、はい。違うかなと、はいはいはい。それいいかもしれないですね。うん、あ、わかりました。それ、話しかけようとするから逆にあれなんで、そうそうそう、もう、おはようございますっていう、もう。そう。はで、やってみたらどうかなと。それもトーンをちょっと高めに。高めで。おはようございます。はい、って、ニコニコしてね。これね、ジャパネット高田さんもね、うん、やっぱりあの、テレビ、もう今はしてませんけれども、した時に、やっぱり声のトーン高く、ああ、はい、やっぱ高いことって人間いいらしいですね。なんかね、うん。あれ、その辺ちょっとわからないけど。なんかね、僕は通販やってるから、いつかジャパネット。ああ、通販ね。やってますんでね、テレビショッピングやってるから。なるほど。あの、いろいろ勉強したわけですよ。本読んでね、高田さんの自叙伝も読んだんですけど、やっぱり高めにすることが、購買意欲も湧くんですって。ああ、そうなんや。おだから上司との関係もやっぱり挨拶を高めにちょっとするよりもやっぱり人間の周波数というかあるかもしれないですね。僕そんな本読とかは何読んでないけど、まあ自分でさすが会長知ってますねみたいなやってみようと思ってやった結果がほんまにそういうような感じになって、そうですか、うん、ちょっと、うん、ちょっとだけ、はい、恥ずかしいないですよね、うんうんうん、おはようございますって言ったんが、おはようございますって、あ、全然違いますよ、今の聞こえがね。ね。うん。あ、おはよう。おいで。わかりました。うん、まあ、この3点ね、うん、まあ、いろいろありますけど、うん、部下を怒ることができない、努力しても、努力しても報われない、うん、上司がいつも不機嫌で話しかけにくい、うん、この3点についてお話をいただきました。今日はですね、あと、補足で、ちょっと新入社員が、はい、ね、入られたと思うんですけども、黒川会長が新入社員の頃、どんな心構えで、こうちょうど5月病になったり、なんか、おるね、おるね、ちょうど入ったけど、はい、学生自分と社会人って全然違うじゃないですか。はい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 、なんかそこにちょっと一言、あのメッセージがあったら。そうやね、まあまあ入った時はもう、右も左も期待と不安とで、ね、うん、そうそう入ったところで。で、まあ、ようやく、なのに仕事の流れ、ちょっとね、ちょっと分かってきた。1ヶ月ぐらい弱ね。みたいな感じで、うん、まあ、それにめげず、まあ、やっていって。で、まあ、連休があるんで、ゴールデンウィーク。はい。もうその時も仕事を一切忘れて、はい、自分のしたいことをしとったらええんちゃうかな。あ、それまた切り替えて、ね、ゴールデンウィーク明け。はい。あ、よっしゃ、頑張るぞ、みたいな。あ、充電したらええんですね。リセット、うん、リセットするもん。あ、リセットもありね。うん。しょっちゅうリセットしてます。酒飲んでリセットしてます。そうですか。それが、そうですね。そうです。うん、ほんまに、もうそればっかり考えるとしんどいんで。うん、なんかね、やっぱり新入社員でいけるかな、どうかな、で、今度不安になって。一人で不安がね、うん。なってるけど、大丈夫。うん。もう、その、仕事の流れがなかなかね、うん、まだ身につってない状態なんやから、全然ええと思う。はい、それをこう、まあまあ失敗しもって、うん、それを自分の糧にして、うん、いろいろ経験積んでいったらいいかなとは思います。そうですね、はい、リセットも必要です。リセットしてください。はい、それでは、会長どうも今回はありがとうございました。ありがとうございました。はい、また来月もよろしくお願いします。はいはい、ありがとうございます。じゃあ、さようなら。